和さんこんばんは。カブ君新年のご挨拶、遅くなりました。私もこれから体調が悪く散々でした。カブ君もコロナだったのか、元気なのがどんなにありがたいか、目にしみました。カオ君とコーチがしょうまさんに謝罪したエピソード、嬉しい。ステファンコーチがフィギュアスケート界史上、最も偉大なスケーターのうちの一人と言われていたのをつくづく頷けます。自身に会われた方、 どんいませんと、ね、いや本当もうねあのうんまあ僕自身もちょっとねあのこの暮れからずっとシンコロであのこれまでにないお正月ということになったんですけどもうん秀美熊崎さん さん今年もよろしくお願いします。えー、もう中断で、えー、略式ですが、インカレも始まりますが、シュン君は体調不良で欠場のようですと。あはい、シュン君欠場ということはそうです。で、2連覇かかってるんで、えー、出なかったとは思いますが、えー、4体力もありますから、無理は禁物なので、あのしっかり体調を整えて、えー、万全の体制で挑んでほしいですね。 あちょっとびっくり、びっくりというか、まあ、シくん体調不良で欠償ということですね。はい。うんなるほど。あの、明日からおみなさま時間で、本日からインカレということになりますね。うん。FOD で僕も確認していこうかなと思いますが、シュん,んが体調不良で欠償ということなんです。うん。シュさん、どうもです。かぶさん、お疲れ様です。ワンピースオンアイス、今年もあるんですかえー、絶対行きたいです。 し、今年はワンピースオンアイスはないと思っていたから、ザ・アイス行こうと思ってたのに、ええー、どちらも行きたい。いや、絶対行きます。お知らせいただいた方、本当にありがとうございます。うん。でマリンさんがね、先ほどおっしゃってましたよね。ワンピースオンアイス、あるということなんですね。これは、あの、なんかつ続きなのか、第2弾,2弾なのか、そういったところもちょっと気になりますよね。うん。あと、メンバーは同じかな。うん。 キサラギリチヨンさんどうもです。横ゆこはなちゃんが、ハッシュタグマシュマロを投げ合おうとの質問で、体から音楽を奏でていると思う選手はいますかっていう質問で、宇野昌磨君、島田幸四郎君、福タいくらちゃんの3人を挙げてくれてく嬉しかったです。カブくんの思う選手は誰ですかいや、もうこれは僕はもう宇野くん、ね、です。はい、即答ですね。はい、あの宇野選手が一番すごいと思いますよ。もう、あの、 体からね、メロディーがやっぱ出てるっていうのは宇野選手のことなんですよ。もう代名詞ですから。うん。あのー、もう宇野くんが動けば音が出ると。だから音楽が出なくても宇野くんが動けば音が出るんですよ。だからこれは宇野選手の持ち味ですから、宇野選手は一番、えっ、ー、と、これまで見た中でも素晴らしいと思いますよ。うん。はい、あのー、他の 3, 3人をあげなきゃいけないっていうことかな。宇野くんですよ、僕はやっぱりね。うん。 はい。そして、インカレ、鍵山優馬選手、中京大学応援いたしますと。ね。鍵山くんはね、出るということですよね。うん、結構今回のメンバー、でも、それかあの、FOD のサムネが鍵山くんのサムネ、サムネになってますよね。あの、レイン・イン・ユー・ア・ブラック・アイド。うん。はい。というわけで、皆さんありがとうございました。